ラショア島とマツワ島マツワ島は、千島列島の中部に位置する島。ロシア名は、マトゥア島。英語表記はマツワ。島の名前の由来は、アイヌ語の、元アから。かつて、千島アイヌが、千島列島を行き来していた中で、本島に土着したアイヌが存在したため。マツワ島の海岸内湖系島から望むマツワ島、ラショア島の北北東、ラショア海峡を挟んだ。 約3 0トルの北緯48度5分30秒、統計153度12分に位置する、長さ約1 1トル、幅約6 5キロメートル、面積約52平方キロメートルのナス形をした、火山島である。松和海峡を挟む、北東1 8トルには、雷光景島がある。前頭がおおむね山岳からなり、北西から次の二つの山が座している。 海岸はおおむね県外をなしているが、島の南部は山の裾野が広がり、海辺は浜になっている。また、島の東方約1キロメートル余りのところに岩木島があり、その間に海在する水域は大和湾と呼ばれ、1500トン級の船舶が停泊できる工業地である。かつて、気象庁の気象通報では、松和島の天候、気温を発表していた。夏季は 非常に霊量である。放送では松は島と呼称していた。2009年6月14日に噴火した、不要山2009年6月14日の噴火で、噴出した二酸化用の流れ、昭和29年のチリンコタン島、コシカツマ島、ステゴコタン島、ライコウケイ島、松和島をかつて、千島アイヌの中には土着する者がいた。第二次世界大戦が始まると、 急に本海軍によって、島の南東部に飛行場が建設され、守備隊が置かれた。最大7000から8000名の兵が駐屯したという。日本の行政区分では、北海道根室振興局管内のシムシル軍に属した。現在、日本政府は国際法的に貴族未定の地であると主張しているが、ロシア連邦が実効支配している。1990年代までは、 ロシアの国境警備隊が駐留しており、NHK ラジオ第2放送の気象通報での通報地点の一つだったが、1996年7月11日を最後に入電が途絶えている。現在は無人島である。2000年代には、日米、路協同の火山学、津波地質学、人類学の研究者らが何度か上陸している。 2016年、ロシア国防省とロシア地理学協会は合同調査中にドボイナや湾沿岸部で海中に沈む日本の航空機を発見。機体は1942年製で、製造番号は1733、0線ではないかと伝えられている。両翼と胴体部分の保存状態がかなり良好とのこと。ありがとうございます。